ジブチ共和国における自衛隊拠点とは、ジブチ共和国の首都ジブチにある、ジブチ国際空港の敷地内に設置された自衛隊発の海外拠点である。ソマリア沖、アデン湾において、当時頻発していた海賊被害に対応するため、2011年7月に解所され、現在約400名の自衛官が派遣されている。以下の派遣部隊が拠点にしており、その他、 航空自衛隊第1輸送航空隊の C-130 輸送機が空輸支援としてジブチへの人員や機材の輸送を行っている。派遣海賊対処行動航空隊は海上自衛隊による部隊で P-3C 哨戒機2機による飛行隊と整備補給隊により編成されジブチ国際空港を拠点に活動する。 派遣海賊対処行動支援隊は、海上自衛隊と陸上自衛隊の統合部隊であり、ジブチ国際空港を拠点に活動する。海上自衛隊から約30名、陸上自衛隊からは、軽装甲機動車などを装備する約80名が、参加し、基地業務と警護を担当している。陸上自衛官は色合いを、砂漠用に変化させた名材を使用している。当初、 航空隊は、ジブチ国際空港に隣接するアメリカ軍キャンプ、レモニエを拠点にしており、紹介機は空港内に駐機していた。しかし駐機場まで移動に時間がかかり、夏には気温が50度を超える炎天下で整備を行っていたため、ジブチ政府から空港内の12ヘクタールを借りて、整備を格納庫、宿舎、駐機場などを整備することになった。 2011年6月1日には、自衛隊初の高級的な海外施設となる基地が開設された。2014年7月、派遣実施計画の見直しにより、派遣海賊隊諸行動航空隊の業務隊、経営隊及び警務隊が分離し、派遣海賊隊諸行動支援隊が新編された。なお、2011年に拠点として高級化したことについて、 海賊の成敗はあくまで名目上の目的であり、実際の目的は海洋進出を目論む中華人民共和国の県政とシーレーンの防衛であると指摘する者も,もいる。ちなみに、中国海軍もジブチ国内のドラレコに海軍基地を置いて海賊対策任務を行っており、真珠の首飾り戦略のキーストーンの一つと見られている。ありがとうございます。